はい、プンニャラボンベでございます。プンニャラボンベ最高やな。楽しかったし、美味しかった。えぐいぐらいうまくて、なんで美味しいのかって聞いたら、あそこ上は家が全くないらしくて、うん、本当の天然水だけで育ったニジマスだから美味しいらしいんですよね、うん、おじさんもきっぱり出たもん。他のところだと絶対上に民家があるから、うん、あの味にはなんないって言ってました、そう、生活用水が全くないから、うん、ないからって言ってた。そう、ガチの自然の水だけで育ったニジマスって、いやー、何で育つかって大事だよ、うん、確かに。普通になんか童心に帰ってちょっと魚追いかけてましたからね。確かに久々なんじゃない？あんな動詞2回の、何か追いかけたの久々っす、ね、思わずクーリッシュ買っちゃいましたね。このはしゃぎっぷりないよね。そう、ごくっと幸せ、クーリッシュ買っちゃった。乾杯しましょう。ヒカルさん大変です。膝小僧怪我しました。ほら、ちょっとちりてるじゃないですか。ちりてます。やば。まあでもそのおかげで取れ高があったんでね。確かにね、やっぱり。まあ確かにね。阿久津さんのじゃあ大健闘、乾杯で。乾杯、はい、乾杯。乾杯。クーリッシュ飲むときって何かを終えた後なんですよね。すごい飲みたくなった。だから結構なんか達成感あったやろな。確かに。あと俺釣れたのがちょっと嬉しかったな。まあね、あ、今まで釣り系で結構釣れなかったんで、マジで俺ら釣れない組で、本当にこう釣り楽しくねえなみたいな。若干最初その空気あったんやけど、あったね、あったね。ちゃんと釣れてよかったな。私、まあ俺は記録樹立したけど、また自分でね。ほんと釣れないですよね。釣れないなー。むずい、釣るのって。釣るのむずいわ。感動したもんな。うん、いきます、いきます。うまっ。フレッシュ好きやわこれ。なんかこれ部活終わりとかのイメージがある。あー、そうですね、うん、天才じゃないですかこれ、この仕組みというか、うん、そう、マジで飲めるアイス。最初飲んだ時衝撃でしたよね、うん、衝撃でした。これ俺が中学ぐらいの時めっちゃ流行って、うんうん、まだあるからね、うん、そうありたいものだね。クーリッシュみたいに変わらない、うん、愛され方ね。愛され方したいね。20年愛されるってすごいっすよ。いやーすごいよ。20年だったと10年ですよ。俺まだだって10周年来てないぐらい。9年目っす。9年目、来年で10年のかな。でもさ、ヒカルのすごいのってさ、10周年でもさ結構早めに人気出るでしょ、ゲーム実況でも。まあまあまあ、そうですね。俺10周年っていうもののさ、5年ぐらい地下だったからね。あー、目が出るまで。そうそうそう。でもやっぱりなんかしぶとく残ってることに意味がある気がしますけどね。40、50になっても残ってるやつがね。いや、それは強いよね。かっこいいなと思うし。かっこいいよね。最近だからさ、見たらさ、チャンネル創設した年度が一緒なんですよ、俺と星から。そうなんですか。2013年。だから俺が大学のサークル室で撮ってた時に、光もゲーム実況始めてたんですよ。しかも兵庫で。すごいな。それってちょっとなんか、一緒なんですか。それ見たいですね、そのタイムマシンで見たいですね。いや、当時の俺ら。絶対交わってない、交わってない。絶対仲良くなんないやつですからね。トモさんもちょうど僕大学のサークルで撮ってたんですよ、うん、それこそカルビット撮ってたんです最初。すごいなそれ、はい、でもなんか今なんか最近思うのが、本当にこう受けるコンテンツがもう変わってきたなと思ってて、今ってなんかもう俺のチャンネルで言ったら企画っぽい企画本当受けないんですよ。そうなんだ。なんかもう企画だったらちゃんとマジでテレビクオリティの番組みたいなのにしないと全く受けなくて、中途半端な YouTube の企画だと。それこそ今日みたいな旅みたいなやつとか、自分っていうのは好きなことやって笑ってるだけの動画みたいなのが受けるんですよね。で昔そうなん絶対受けんかったけど、今はなんかトークを軸に置いた旅とかがめっちゃ受けますね。ビログみたいなことだ。そう、うわすごい救急車になったんだ。タイミング絶妙なんだ。いやでも昔ビログなんて考えられなかったらね。まあそうっすよね、うん、伸びなかったですもんね。伸びないです。全然伸びなかった。ここもやっぱ2時間かけてきたわけじゃないですか、うん、そうだね、このためだけに。そうそう、フラット来れへんもん。これこそ休日っすよ、ね、本当に。社長こんな感じの休日やってたもん、ね、IT 企業ツイッターとかちょっとなんか、そう、上がった人だよね。そうそうそう、ヒカルとかは将来隠居するのかどうかっての気になりますけどね。あ、隠居生活ですか。隠居生活、隠居生涯現役っすね。ああ、今の気持ち的には。ってことは必然的に前さんも生涯現役ですからね。まあでも僕は現役派っすけどね。なんかその刺激がないとしんどいなって思いますけどね。もうそのずっとマンネリするというか。分かる。将来もろくないですか。おじいちゃんになって前さんの手プルプルになって震えてんのも思う。いつ前さんがブレるのかね。ブレるけどね。今は言うて若いから。インタビュー時は前さんのカメラがブレたら。ああ、いいね。ブレたら引退します。引退。ブレたらいいじゃん。分かりやすいでしょ、視聴者さんも。あ、そろそろブレてきたなって。はい、では都内戻ってきて、バザーしてきました。うわね、遠すぎて場所が、うん、あの往復でほぼ5時間ぐらいかかって、いやすごいね。であのここ来た頃にはもう夜でした、はい、とりあえずまあ気にせずにもうお腹も空いたんで、はい、こちらね、焼肉 Q というお店で馬刺しとメロンのメインに焼肉させてもらうと。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、こんな豪華な日ないっすよ。見てこれ、やばいな。うまそう。これユッケね、スタンドユッケ。はい、いただきます。じゃあいきます。一口でいったのかな、至高のユッケ。うまっ。うまっ。いや、めっちゃうまいこれ。すげえ、端に光って書いてある。えぇ、ー、えぇ、ー、
え？前箸？え？ここありましたこの先生横に。これ先生横に。先生横に。これにこれかな？あ、書いてある。焼肉9って書いてあります。はい。これでもすごくないですか？ちゃんと光るって書いてある。ええー。相馬さんも来るって言ったんですけど。まずこれ以上オーバーキルです。行きましょう。タンからですね。タンから行こう。うわ。うわ、まっす。これガンガンいっちゃっていいよ。いっちゃいましょう。厚切りタン。厚切りタンっぽいね。クソ厚切りやで。これすごいぞ。移動が長いだけでなんかちょっと仕事した感あるもん。でも移動中に正直だいぶ寝たから。またこっから始まりなんじゃないかなって。動画でいうところだから中盤にも来てないわけやもんな。まあそうなんですか。だからまあ前半からやっと中盤に差し掛かるとしょうぐらいは。ああ、なるほど。だからこっからさどんだけ長いねんっていうか長い。確かに。なんかもう終わり感出とうけどさ。失礼いたします。デザートこちらも用意して。あ、来た。静岡さんの。うわ。相馬さんの注文の、はい、木箱に入ってるみたいな。高そうじゃないですか。確かにこれいくらぐらいなんですか。2万。これ1個です。1束2万。2万。木に3個しかならなくて、一番いいのを選んで2個は切り落としちゃって1個を育てる。マジっすか。そう、1個に栄養を生かせるためにってことですか。やってるのですごいな。約束のネバーランドみたいなのやってますね。そうだね、もう上質なやつだけ残すっていう。うわ、絶対俺切り落とされるわ。これだったらすごいですね。じゃあ後ほどデザートお待ちいたします、はい、うまっ。肉と醤油やばい。この醤油めっちゃうまい。これちょっと入れたいですけどね、ハイボールとか。でも自由っすよ、本当に。これ有り余ってるんですよ。じゃあちょっと飲んでいいですかね、はい、いや、行っちゃいましょう、はい、これ、醤油でいきますじゃん。はい、醤油うまいっすね。めっちゃあります。いただきます。はい、これをちょっと。やばいっすね。めっちゃうまいっす。いや、醤油が信じれんぐらいうまいっすね。うん、羨ましいな。歯がいいって思いっきり食いたいの。そうか、今ちょっとカバーしなくちゃいけないんだ。思いっきり食えないっすね。痛みがね、うん、歯の矯正の締まった痛みと歯も4本ないんだよ俺。あー、いただきます。これ最高でしょ。うわ、行き方行きたいな。ありがとう。うますぎる。うわ、来た。私もご用意。うわー、来たー。ありがとうございます。じゃあ、いただきます。このために今日来たと言っても過言じゃないんで。これが有名な人ですかね。確かにこれうまいから。わ、うまっ。やっぱ違う。違うな。どれ。これ僕多分これですね。もうでもどこでもうまいっすこれ。大トロです。うまっ。うわ、おいしい。これでご飯炊き上がりました。うわー、すごい。うわー、うわー、食いて。このご飯絶対うまいです。こうやって2人と2人でゆっくりご飯食べる時間もないもんね。うん、珍しいですね。確かに。ないですよ。しかも好きなものを食べるっていうね。シンプルにただそれだけっていう。ただそう、本当にただそれだけってあんまないよ。気づかない間に人の期待に応えようとしすぎてて、自分のやりたいことっていうのをあんまりこうわがままにやってないんじゃないかなって最近は。うん、まあそれは確かに。うん、やっぱ求められることをやるじゃん、やっぱ YouTube 撮影とかって、うん、だから結構自由に馬刺し食べたいって言ったところでさ、動画でできないじゃん。弱いですもんね、うん、私食べたいだけだったら。そういう意味では今日めちゃめちゃ休みですよ、本当に、うん、最後に展示館のマッサージが待ち構えてるっていう脳になってるんで。盛りやばいです今。すごいっすよ、その期待値。展示館の展示館の待ち構えてるわけでしょ。え、できたんですよ、手配しましたよ。それが俺も待ち遠しくて。え、展示館のマッサージすごすぎる。え、合計8人いるんですか。出ましたよ。8人同時でやってもらうのもあるかもしれない。あ、もう8人同時。え、じゃあ俺阿久津さんだけ。そもそもコスパめっちゃ悪いからね。悪すぎますよ。まあ、効率はいいよね、短時間で。いやでもお金がやっぱかかっちゃうんでね。社長なんで。まあ数じゃできないですよね。いや、漫画でやってることやりたいっていう気持ち俺めっちゃ強いですよ。漫画好きなんで。なるほど。それ以上多分無理なんですけど、脱獄してみたいんですよ。プリズンブレイク。わかる。本当にちゃんと出れないようにしてもらって脱獄を企ててやるっていう1年間ぐらい過ごしたいんですよ。あ、1年間だって監修とか監修だったりとか、うん、そういうのも全部含めてってことだもん。そういうギミックも込みの、そういうだからアトラクションもどっか考えてもらって。なるほど。1年間お金払って参加させてもらうって、そういうのをやりたかった。いや、1年間相当しんどいけどね。だからいいんですよ。あれだからいいのか。感動が待ってるそこに。確かに。この馬刺し、ニンニクと醤油と全部がうますぎてご飯食ってもんや。馬刺しでご飯は進む、うん、確かに。あんまりないですもんね。進むよ。わかります、うん、ご飯いっちゃうんですよね、馬刺し。めっちゃご飯いってます、うん、うますぎて。冷麺ですよ。あ、冷麺も美味しそう。すごいっすよ。すごっ。これ絶対美味しい。すごく黒いっすよ。いただきます。うん、
あっさりしてる。めっちゃうまい。あとやっぱその考えにいいのがいいわ。今日に関して何も無理しなくていいっていうね、うん、いつもだったらやっぱ何話そうとか、やっぱ誰に振ろうとかやっぱ考えるじゃないですか。みんな回さないといけない。それ大事だと思うんですよ絶対、はい、それが今日は考えなくていいっていうのはすごい楽っすよね。何も考えてないの今日一日マジで脳休めてる、うん、あと俺1回だけやってみたことあるんですけど、カメラ回ってる時ガチで寝ちゃうってやつ。多分ないんですよ。カメラ回ってる時寝ちゃうってこと。最初から寝てるとこを撮られるじゃなくて、多分あんまなくて、だ本当に耳かきとかワンチャン寝てまう可能性あるもんな。あ確かにありますね、うん、耳かきから千手観音ですか。最強のコースですね。最強っすよ、うん、だから覚えてほしいのは千手観音がゴールではないですからね僕は。そうですよね、うん、この方うん、いや当たり前でしょ。千手観音に入るあたりから僕らだって倍ぐらい飲みますもん、ね、そうそうです。てかあーアップみたいな感じ。そうそう、で俺らが千手観音になるんです。そうですよ、うん、俺らは一人こう、うん、こういうことっすよ。二千手観音、二千手観音やんないと、うん、まあ、だから最初の今日虹バース取ったのもあれトレーニングみたいなもんですね、まあ、指のトレーニングみたいな。あ今日全部だ、普通ですよ。そうですよ、練習です、練習です、はい、きゅーきたー、うわーすごっ、すごい。半分半分ってことですか。はい、一つ一つ、うまそう。バラもチラシとこって言ってました、料理長が。うわチラシ、ありがとうございます。ちょっと食べていいですか、早速、はい、僕メロンほんと好きなんですよ。いただきます。おいしい。甘っ。美味しいね、口曲がっていってません。美味しい。表情は確かにこわばってますね、うん、逆になんか表情硬くなってません。美味しすぎて。美味しいから見てんねん、違いとってます、うん、うまいです、めっちゃうまいです。本当に美味しい、そうなっちゃうんですか。うん、あんま見たことないですよこれ、うん、あんま見たことない表情ですね。どういう表情ですか。本当に甘さもちょうどよくて甘すぎない。ちょうどいい甘さも。今度美味しそうな表情してくださいよ。めっちゃ美味しい。いただきます。テストもね、はい、メロン大好きなんですよ。なんかちょっと硬いな。多分今メロンの季節じゃないねん。だから多分ほんまに本気出してなんとかメロン引っ張ってきたけど、今メロンの季節じゃないから。これが俺もいろんなメロン食ってきたけど最上級に程遠い。ああ熟してない。でも硬すぎんもんマジ。もう最初だけ分かるこれ。ほらあ、ほんまちょっと確かにめっちゃ柔らかいわけ。分かる。まだまだね熟して、うん、ほんま嘘つくない。えだからあかんやったら俺逆に言ったら嘘全然ついてない。俺全然ついてない。俺のあの表情見たことないでしょ。俺めっちゃ素直や。マイルだったら食べてください。いいですか。はい、いやもう明らかに硬い。うわっ。硬いですね。これだから時期が悪いですよ。まあそうだね。多分ほんま無理して集めてもらった感がすごい。まあそうだね、まあ、ほんまだからこれめちゃくちゃうまいんやけど、うん、こいつは。そうだね。だから早すぎてってことだね。で俺はもう嘘つけへんから馬刺しは確かに最上級ぐらいうまい、うん、これに関しては渋めっすね。なんか、うん、渋柿みたいな、うん、ちょっと渋めの柿、硬めの。そう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 。多分なんですけど僕メロン結構買うじゃないですか、はい、でメロンって普通に買ってから3日とか4日置かなくちゃいけないんですよ、うん、そもそも置いてないってことも。そうそう、多分急遽用意してくれたからだと思います。ほんまそれはそう。でも嘘つかんでいいっていうのもいいっすね。なんかこうね、うん、無理してね。ほんまに面白いことだけで笑っていいし、美味しいものだけ美味しいって言っていいし、その自由が与えられたわけ今日は、ね、で別に欲望のままに来てるわけでしょ、うん、普通に。それと俺弁絶できたよ久しぶりに。有名になってからもうそういうちょっと何か嵐行ってないですよ俺。メンズ嵐行ってない。メンズもそのどっち行くか悩みどころなんですよ。抜きありか抜きなしかっていう。基本抜きなしなんですよ。抜きありのとこもあるんですよ普通に、あそれはもう大体的にっていう。そっちの方はまあいいのかなとか思ったりもしますけど。安心、格言 100% みたいな。あ、そう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 、当たりがね、はい、で大当たりしたら格言すぐ入りますよっていう、はい、そういう設定ね。そういう設定。俺やっぱね格言確定じゃなくて時短100回で楽しむ好きなんですよ。まあね、だから時短100回で楽しみながらもしかしたらこれ僕こそ当たるんじゃないかって思いながらその日終えるのも好きなんですよ、はい、でそれでその最後シャワー浴びるときにギンギンに買った紙パンツを脱ぐっていう。なかなか脱げないですよ。熱すぎて。それもそれでまたね、俺、あ、2の楽しみだと思ってて。まあ、だからそれはそのド M の楽しみ方なんですよね。だから僕もそれ、メンズエステでよく言うんですけど、やっぱ抜いてもらえないときもう触ってるのにちょっとまで触ってるんですよ。ここまで来たら抜いてくれてもいいじゃんみたいな。で悔しさで帰って太ももとか殴るんですよ、やっぱ悔しくて。で、もうそのカイジみたいにどうしてなんだよって。もうあでもね、俺正直その自分がある程度有名になってから光になってから嵐行ったことあるんですよ。うん、あ、そうなんだ。これ今だから話せる話ですよ、うん、もう100発100中でやってもらいます。でも向こうから最初は俺もだからね、やっぱこう警戒してあるじゃないですか、うん、最初だから本当に放流された時のニジマスぐらい早いんですよ。あんなに早い。
え、捕まえられない、え、もう、じゃあ、そう、捕まおうと思ってやばいめっちゃ気配がいる。でも、15分ぐらいしたら、もういや、疲れてね、もう疲れてだからぐったりしちゃうぜ、ぐったりしちゃうぜ、先もパクパクさせて、ガタガタにしますみたいになっちゃった。俺全然違いますけどね。俺はもう絶対抜いてくれないです。知ってても。だから抜いてくれないっていうか、もう僕は頼む、もちろん頼まないじゃん。いや、頼むだから頼まないですけど、学校力なんですよ。また交通事故起きちゃいますよ。いや、だからそれは俺もアピールする。俺だって。アピールする。アピールしますよ。こうやってこうやって。立っちゃってるんです。立っちゃってるんです。っていうのは言うよそれ。俺だって。いろんな話だよ。